十一章では地上に三国が設立され主イエスが個人的に支配されることを見ましたここ十二章で予言は調達に達します大観覧は過ぎ人生の嵐はすべて終わります今イスラエルは三国に入り彼らが神様を礼拝し神様に賛美の歌を歌っていることに気づきますそしてイスラエルは嘆きの壁にではなく宮にいるのです 今日イスラエルは嘆きの壁のところにいますこれはイスラエルが現在あの地に戻ってくることは予言の上手ではないことを意味していますこの短い章は詩篇のように書かれています確かにこの章は詩篇なのです麗しい宝石です私たちの目の前に置かれているのはキリストの直接的で個人的な当時の下にいる人たちの賛美です神様の救いと創造による贖われた心からの純粋な賛美です 地上から呪いが取り除かれました。それは神様と創造の中に示された神様の恵みに対する賛美の時です。現在、自然の上には呪いが置かれているので、あなたも私も今までそのようなものは見たことがありません。今日、自然は鋭い牙と残酷な爪を持っています。御国の時代にはこの状況が完全に変わるのです。 イザヤ書12章1節その日あなたは言おう」「主よ」「感謝します」「あなたは私を怒られたのにあなたの怒りは去り私を慰めてくださいました」ここでもまた「その日」という表現が使われています「その日」は大観難時代の始まりと地上にキリストが設立される御国が来るまでのことを示していますこの説は「罪の夜は終わり救いの日が来る」という考えを表しています イスラエルは恐ろしい大観難の夜を通り、今光が来るというのです。大観難は終わり、彼らは御国の平和と喜びに入ります。賛美の時です。御国の時代の特徴は純粋な喜びです。イザヤ書12章2節みよ、神は私の救い。私は信頼して恐れることはない。やハ、主は私の力、私の褒め歌、私のために救いとなられた。 神様が救いを備えられたとは言わず、神様が救いとなられたと彼らが言っていることに注目してください。救いはご人格であってプログラムや体制や儀式などではありません。救いはご人格です。そのご人格は主エホバ、つまり主イエスとキリストなのです。彼らはここで救いの上に主を賛美しています。イザヤ書12章3節あなた方は喜びながら救いの泉から水を汲む。 泉や豊富さを物語っています。神様の救いは心に満足と喜びとを与えます。御国の時代には大きな喜びの時があります。主はご自分の者たちにその喜びをお与えになりたいのです。主は私たちが今幸せになることを望んでおられます。私たちは与えられている救いのゆえに喜び、主に賛美を歌うべきです。その喜びを自分のものとするまでは私たちは主の承認には決してなるべきではないと思います。 イザエ書12章4節その日あなた方は言う主に感謝せよその皆を呼び求めよその御業を国々の民の中に知らせよ皆が崇められていることを語り継げよその人はもちろんその日の明るい部分千年王国を指しています主の日は罪の夜をもって幕が開くのです私たちの一日は日の出から始まりますが旧約聖書の中の日は日没から始まります詩篇30章5節 夕暮れには涙が宿っても朝焼けには喜びの叫びがあると書かれてある通りです。千年王国は喜びの朝焼けであり救いのために神様に対する感謝を捧げる時です。 でもそれだけではありません。神様が創造主であられるという事実のためにも、神様に感謝をする時であるべきです。力強く広範囲にわたる神様の御業が人々の間に告げ知らされ、神様の皆が崇められるべきなのです。神様の御業は創造における御業だけではなく、神様がなさるすべてのことを含んでいます。その日あなた方は言う、主に感謝せよ。そのため、晴れるやというのです。 イザヤ書十二章五節、主を褒め歌え、主は素晴らしいことをされた、これを全世界に知らせよ神様は偉大なことを行われました。6日間の回復と創造の時が終わると、神様はご自分の御業を見下ろされ、それをよしとされました。神様が良いと言われたのなら、確かに良いのです。完璧な救いと神様の創造に感謝するのは良いことだと思います。たとえ罪が被造物に傷をつけてしまっているとしてもです。 うちの裏庭の塀の下に地ネズミが穴を掘り、アリが家に入ってくることにも気づきました。でもこのようなイライラすることがある一方、鳥はなくし、花と木は美しいのです。地球は罪のせいで呪われていますが、それでもまだ美しいものです。この呪いが取り除かれたらどれほど美しいか考えてみてください。私たちはその日にも今日と同じように神様に賛美の歌を歌うチャンスをいただくのです。 イザヤ書12章6節シオンに住む者大声を上げて喜び歌えイスラエルの聖なる方はあなたの中におられる大いなる方」これは哀れな非造物が捧げられるすべてのものを神様に捧げたあがなわれた魂のにぎやかでわくわくする発露ですハレルヤです。 私たちは神様に対する献身の話をしますが私たちは献身が何を意味するかさえも知らないのですこの輝かしい日にイスラエルは献身の意味を知りますそして私たちもその意味を知るようになるのです